さあ、ドッカンバトルやっていきますということで、なんか久しぶりのドッカンバトルの動画になってしまいましたね。何これ、あと2回ってどういうこと？ちょっとよくわかんないですけどね。なんか最近ちょっとアプリゲーム自体にね、ちょっとやる気が下がっている中で、まあ、自分の中では結構神的位置づけにいましたね。あの鳥山明さんがね、亡くなってしまわれまして、本当に何だろう。赤の他人で泣いたのはあのブルマの声優さんと今回の鳥山明で2人目なんですけど、なんかね、急にドラゴンボール熱が冷めちゃったというか、なんか生みの親がいなくなっちゃったら、なんかちょっとなんかドラゴンボール、自分の中でのなんかドラゴンボールがなんか終わった感がありましてね。まあ、これからどんなドラゴンボールの何かが出ようが、巨像というかさ。そしてまさかの今回 LR ギニ特選隊ね、ガチャさん。なんか微妙だよね、なんかもう、配布でさ、LR ギニ特選隊いるからね、そこら辺のちょっと整合性がね、つかなくなっちゃってるのが、ちょっと残念ですよね。面白いじゃん。クルド、チース、最後はなんか全員ですね。これもしかして先行じゃんけん、これさ、毎回キャラクター変わるみたいな感じあるんじゃない？いや、そんなことなかった。毎回グルドなのかな？まあいいや、とりあえずガチャ行きましょうか。なかなかピックアップも微妙なところですけどね。行きましょう。超絶配課金者からね、無課金になっているものがチャルラマックス30連でね、何かしらのあのフェスキャラが出たらね、そこで終わりっていうルールです。伝説降臨だったら LR です。このあと2回がちょっと意味わかんないですね。ちょっと行きましょう。出る気しない。さあ、爆死です。さあ、何がもらえるんでしょうか。あと1回。お、これで終わりだ。ちょっと5点邪魔だなって思ったけど、17号、18号はいるだけでやっぱいいんすかね。なんか LR 何かしら出たくさいな。うわ、おお、まさかの、まさかのピックアップの。リブリアン。ブリリアンだと思ってたけど、リブリアンなんだ。これは大勝利じゃないかな。このあと1回って何なのこれ。あれ、伝説降臨のコインってあれなんすか？なんか変わったんすか、仕様。伝説降臨コイン2。とりあえず200連でね、天井、まあ、天井ができたってことですね。むしろ自分が廃課金だった頃にね、天井欲しかったっすね。600連とかやっても出ない時ありましたからね。まあ、一応ブリリアン出たんでね、リブリアン出たんでね、ここで普通に終わりにします。ガチャルール通りね。そんな感じで。どうもありがとうございました。